岡本選手、ちょっと開幕から調子が上がってないですけど、どうご覧になってますか？阪神戦で青柳からかな、日本のホームランを同じような低めのボールをね、インサイドの低めのボールに対してホームランをかっ飛ばしたんだけど、あの時のバッティングはもう完璧によみがえったなという誰しもが思える岡本の岡本らしいホームランなんだよ。うん、それが続いていかないっていうあたりに今年は非常に不安を感じる。活躍しだしてからは4番を打ち続けて、結果を出し続けて大したスランプなしにここまで来てるんだけど、ここのところで来る山っていうのはなんか今までにない岡本の苦しみっていうのが伝わってくるね。普通そういうホームランが出たらある程度コンスタントにその波に乗れるんだけど、それがまあスランプ脱出の答えになってくるんだけど、それが続かないんだよな。今中田さんが岡本選手にこう声をかけるとしたらどういうことを言いますか？いやー、俺はタイミングだけだと思うけどな。タイミングで最後までボールを見せ続けるっていうかさ、一つはね、彼はボールがね、このポイントね、自分が踏み出してステップした左足の前で全部さばかないと打球は飛んでいかないんだよ。はい、そこがミートポイントなんだ彼らはね。割と前目ってことですね。前目ってこと。はい。それで逆方向でも前目なんだよ彼は。逆方向っていうのはどっちかというと中に入れて遅れてきたヘッドが遅れてきて打ってくるんだけど、彼はアウトコースでもちょっと前目で捉えるタイプのスイングを持ってるの。はい。それで捉えていって初めて遠くへ飛ばせるという、そのミートポイントのゾーンというのが決まってるんだけど、はい、それが全部中に入っちゃってきて、入っちゃってきてるから振り抜けないんだよ。はい、で結果自分のミートポイントっていうのはバットでもそこにバットコントロールができてないのよ。イメージと体のイメージと、それからボールの軌道に対しての自分のスイングっていうのがイメージ通りに伝わっていってないの全然。だからどんどんどん不安になってきてるんだよね。それがたまたま 1、2、3 で打った時には青柳のように狙い打ったシュートを1本ここに来るボールに対して 1、2、3 で打ったらタイミングがあったんだけどね、あれが2回ずつなんだけど、今度アウトコースを攻められたりなんかした時にそのタイミングが作れなかったり壊されたりして、自分の中で簡単に抑え込まれて凡退している自分がもう今悔しくてしょうがないと思うよ。俺はこんなんじゃなかったのにってさ。でも一回もうゴロでもいいからきれいに打つんじゃなくて強いゴロを打つみたいなさ、とにかくピッチャーの足元に強いゴロを打つ、三遊間に強いゴロを打つ、セカンドに強いゴロを打つってぐらいのスイングで強いゴロを打つ、強いゴロを打つ、強いゴロを打つってぐらいのスイングで一回振っていくっていう打席を作っても、凡退するために打ってみるっていうのも一つの手かもしれないな。そうすればポイント前に、出てくる、泳がされても何しても崩されてもいいじゃないかっていうぐらいのさ、開き直り、そういうことも大事じゃないかと思うけどな。特別なポイント持ってるのから本当に前でさばかないと振り抜けないんだよね。初めて味わうスランプだと思うな俺。心のスランプなのか体のスランプなのか、体が持ってるタイミングのスランプなのか、いろんな理由があると思うけど、でいろんな試行錯誤しながらそれを取り戻すために頑張って練習でも雰囲気を変えながら練習したりなんかしてさ、でたまたまホームラン出たりなんかしてるんだけど、その後に続かないっていう姿を見た時にね、あ、これ結構重症だなっていうのがね、伝わってくるんだよね。初めて4番が負けた時はチームの責任を全部背負うんですって言ってた去年までの岡本の苦しみっていうのが、ここから初めて壁にぶつかって苦しむんじゃないかなって、この苦しみを抜けて本物になるなというぐらい分厚い壁だよな今回の壁は。本人とこれ監督の我慢比べだと思うな。原監督と岡本が初めて味わうそのスランプとの我慢比べでどこでどういうふうなアドバイスをし合ったりなんかしていくのかって言って、それでこれを脱皮させるためにどういう戦術を使うのか。原監督の本当の見せ所は岡本の復活かもしれないな。そこが一つのテーマじゃないの。そうしないと阪神に追いつくっていう、そこもちょっと不安になってくる要素の一つあるな。やっぱ原監督も4番でスランプを経験もちろんしてるでしょうし、それはでも一個岡本選手にとっては大きな部分ですよね。それはもう一つアドバンテージ持ってるよね。だからそれをどういうふうなタイミングでどういう形でアドバイスをもらえるか、でそれを生かせるか、その生かし方っていうのがさ、やっぱいい形でマッチする時は来ると思うんだけどな。俺でも言った方がいいような気がするけどな。スランプの時ってあんまり、チームメイト指導者の方含めて本人はあんま触れられたくないんですか？いや、それはよほど苦しんでればどっからでもヒントは痛いもらいたいもん。もうヒントがあるならすがりつきたいんだ。どこでも誰でもいいから。それぐらいから苦しんでるところは俺はあると思う今。中田さんはどうだったですか？いや、俺ももう一つのパターンを持ってたから。逆方向へ打って、だから彼はほらどっちかというとやっぱりでかいものできちっと打ち続けたいっていう理想の形があると思うんだよな。その形を追い求めすぎたと思うんだよね。俺逆方向にヒットを打って自分のタイミングボールを長く見る、少しでも長く見るっていう形がもう取り戻せたらスランプ脱出できるから、欲との戦いだからバッターは。よく言うよっていうぐらいだよお前、欲との戦いだからさ。もう一回言っていい？もう大丈夫です。反応を見て言うのやめてください。その欲をどういうふうに制御して、自分本来のボールを長くちょっとでも長く見るための形、それを取り戻せるかっていう勝負だからさ。それを実践でできないとダメなんだよ。試合でできないと。そういう調整方法を持ってたから俺は。でみんな持ってるはずなんだけど。岡本が長すぎるんだよな。それできっかけを掴んだから、ここから絶対復活しますよっていうのは23回あるもん。そういう形でバッティングできたなと思わせておいて続かないっていう、そういうシーズンだから、本人はすごく不安で野球やってると思う今。岡本選手の復活を期待して、原監督の手腕っていうかさ、どういうアドバイスして復活させてくるかとかさ。今俺自分のイメージだけで話しちゃったけどね、参考にしてくれればちょっといいなと思うんだけどさ、これ見るチャンスがあってさ、そういう形もあるのかなとかさ、ヒントになってくれたら嬉しいなと思うけどね。まあ俺のアドバイスで成功したやつはほとんどいないからな。岡本和真よ、復活を祈りますよ私は。大事なところで噛みましたね。噛みましたね。いつもそうです。カミカミ王子です。王子